ルーシはミリー・バラキレフが作曲した公共詩。他のバラキレフの作品同様、完成までに数十年の長い時間を要しており、1890年頃に一応の完成を見る。演奏時間は約15分。ニコライ・リムスキー・コルサコフに検定されている。もともとは1862年のロシア建国1000年を記念した兄弟公共曲。 ルーシとして構想されている。しかし、作曲の途中で、この構想は改められ、1858年作曲の3つのロシアの主題による助曲第1番の続編として作品は完成し、1864年に3つのロシアの主題による助曲第2番として、無料音楽学校の演奏会で初演された。その後、改訂され、 当初の構想を活かす形で、題名モードが1000年に変更され1869年に出版されたが、バラキレフの一時的な楽団引退を挟んで、1880年代に入ってもさらに改訂作業は続き、1890年の出版でようやく現在の形に落ち着いている。フルート3、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4。 トランペットに、トロンボーンに、バストロンボーン、チューバ、ティンパに、バスドラム、シンバル、タンブリン、トライアングル、タムタム、ハープに、言語部この作品の基礎として、私は、自分の曲集から3つの民謡を主題に選んだ。それによって私は、異教世界、モスクワ体制、そしてコサックたちの間に再生した、自治共和制という、我が国の歴史における3つの要素を描きたいと思った。 これらの要素間の争いは、これらの主題の還元学的展開によって表現されていて、この気学的ドラマの内容となっている。だから、今回のタイトルは以前のものよりもはるかに適切である。作曲者は、我が国の千年の歴史を描こうとする意図はなく、その構成要素を正確づけようという意図しかなかったのであるから。三部形式。 緩やかな助走と構想がアレグロの主部を挟む形をとる。これは前作の3つのロシアの主題による序曲第1番と同じである。バラキレフがスコアの序に記した通り、自身が1860年代にボルガ地方で採布した3つの民謡が曲の主題として使われている。助走と構想に登場する第1の主題は、婚礼か、それは風ではないで、 この主題は主部にも現れる。アレグロの主部に登場する第二の主題は踊り歌、私は行こうツァーリの街へ。第三の主題は踊り歌、カーチャは楽しそうに牧場へ行くである。前作同様、主題は公共的に組み合わされ展開されていくが、より手の込んだ劇的な内容となっている。また主部には民謡風の第四の主題も少し用いられている。 ありがとうございます。